3月でございますよっ。春も近いね。今年の6分の1が終わったらしい。もう分かんなくない？ 6 分の1とかも。6分の 1？ あ、うーん、毎日365分の1終わってんのよ。ピザ1かけ終わったね。うん、大きいかも。大きいかも。大きいかもな、ちょっと。大きいよ。しんど。まあね、そんなこと言ってもね、戻りませんから。うん、まあまあ、まあ、言っても充実した、あれは過ごしてると思うよ。そうですね。で、今年はですね、うん、毎月、なんか、マンスリー目標みたいな。マンスリー目標ね。うん。立ててますよね。うん、あ、まず、2月はお便りを全部拾うってことでしたけど、はい、どうだった？はい。どうだったって、これは読めたか読めてないかだし、結果としては読めてます。まあその収録とね、出るあれがズレがあるので、ちょっと聞いてる方とか送ってくださった方にはもしかしたら消化不良感ある方もいるかもしれないですけどね、うんうん、まあ今後もね、あんまり溜め込むことはやめようないかなと。どうせ長引いちゃうし、その溜め込んだ分だけ次の回が。そうそう、確かに。で、今月の目標、はい、どうします？私考えてまいりました。お、ありがとう。何？3月ということでですね、うん、冬から春に、この季節の変わり目ですね。もう3月後半は言ってもね、だんだん暖かくなってきて。うん、暖かくなってくる。そう、うん、その通り、うん。で、このね、まあ、いわゆる冬眠してる時期から、こう、みんなが目覚めて生命の息吹が、はい、ってことで、はい、やっぱりみんな元気になってくるわけですよ。うん。だから、3月の目標は、元気に収録する。考えてきましたって、これです。元気出してる？今はでも結構。いや。ちょっとでもやっぱり足りないんじゃないかなと思って、もっとはつらつと。ああ、はい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 。そう。雪の下から月の塔がこんちくわってするみたいにね。むくむくむくと。なるほどね。ということでね、結構元気に頑張っていきたいなと思いますので。確かに先週、お互いの波形がすごい小さい時間があったから。そう、やっぱあれなんですよ。すごいのよ。収録の初めはさ、やっぱり余力ある、その力が 100% あるけど、うん、長い回とかだんだんこう、あ、はいはいってなっちゃうんですか。運転免許のさ、問題の解説の時間の僕の波形の小ささ、びっくりしちゃったもん。もうこれ、のんのん飲んでいきましょう。もう。わかりました。頭からケツまでね、おつおつと。小さかったら怒ろう。あーって。そう。どうせそこカットされるし、月末にね、怒りだけのまとめおまけで。あ、おってということでね、はい、それで3月は行こうと思います。了解。で、早速、お便りを溜め込まないということでね、そうね、今の段階で届いてるお便りを読もうかなと思います。はい、これは、どうなるんでしょうね。まあ、とりあえず読みましょうか。はい。ラジオネーム、ウィリアム・シェイクスピアさんからです。シコ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 。最近さ、オニがマンデリ化してるのよ。ついさっきまで、ヤブカラ坊に何言ってるんですか？肉棒だけにね。やかましいわ。まあ聞いてくださいな。先ほど私もふと気づいたんですが、ここ最近ずっと同じことばかりしてますよね。どういうことです？例えばほら、まずは首首を攻めるとか。ああ、確かにそうですね。それから、人をいじくり回すというのも定番ですね。それは確かにそうかもしれません。他にもいろいろあるでしょ？他にですか。あ、たり、で、するというのは結構よくしますね。そうですよね、そうですよね。でもって、最後に竿全体を握り込んで上下させるというのが。続いてのお便りです。はい。ラジオネーム。ウィリアム・シェイクスピアさんからです。ラジオドラマある日の二人。僕らはいつも通りラジオを収録するため通話を始めていた。いや、しここさ、何ですか骨氷さん。僕もう26歳じゃん。20歳過ぎたらただ追いさらばえるのみ。縁起でもないこと言うなって。いやさ、周りの友達とか結婚したりなんだりしてるわけよ。はあ、僕は適当に相槌を打つ。僕はこんなプラプラして友達とラジオ撮ったりインターネットで大騒ぎしてるけど、このままでいいのかなって思うんだよね。恐れていた時がついに来たのかもしれない。ラジオやめたいってことですか？胸の鼓動が少々打つ。そうは言ってないけどさ、時間は有限だってば。ストーリーの話、ここまでの話、ここまでの話、ここまでの話、ということで、先ほどまでね、2つお便りをね、読ませていただいたんですけれども、はい、みんなちゃんと聞いてくれたかな？聞こえたかな？まあ、やっぱお便りは全部読むと言わせていただいてるので、全部読ませていただいてるんですけれども。うん、ごめんね、僕が言ってるから。あまりにも長い、
あまりにも普通のラジオドラマ、かっこ普通ではない。届きましたらもうこうするしかないと。あの、読むけどね。あの、そう。等速で流すとは一言も言ってないんで、こっちは。そう、どう調理するかはもうこちらなので。どうカットするとかもね、こっちは宣言してないから、そう。こうなるから。面白くなくなるよ、本当に。本当に。申し訳ないけど。送る人のおもろ心に語りかけるね、やっぱ。本当にね、面白くなくなるから。やっぱ、ここは、やっぱお互い譲り合いの心が必要、やっぱ。いや、そう。我々はもうここ情報できないですからね。その、絶対等速で読みますとか言えないから。我々はもうチキンレースの崖のラインは決めてるわけだから。どこまで攻めてくるかだから、君たちがね、もう。これはもう。そう。戦いです、これは。我々の。もう本当に。あ、ギリギリのライン見つかったらそのラインでずっと送ってくれればいいけど。そうですね。そう。今の、今日の先ほどの2本は超えてます。はい。はい。ウィリアム・シェイクスピア。ダメだぞ。全員違うやつだろ、今まで。確かに。はい、ということでじゃあ次のお便りいきます。はい、ラジオネーム治りかけのかさぶたをペリペリ黒船来航っつってね、そらペリやろがいさんからです。すごいな。はい、ヤシココさん、船氷さん、はじめまして。ちょっと元気ないよ、もう一回よ。ね、元気出してって言ってるよね。あ、ここも元気出して、読み上げ中も元気出していいのね。当たり前よ。あ、はいはい、ごめんなさい。でもう一回いきますよ。でもボソボソ言ってた。はい、ごめんなさい。ヤシココさん、骨氷さん、はじめまして。はじめまして。治りかけのかさぶたと申します。はい。いつも楽しくラジオ拝聴させていただいております。ありがとうございます。ありがとうございます。早速質問なのですが、ラジオはどちらが編集されているのでしょうか。いつもラジオの終わりに手の込んだ編集をされているので気になっています。かっこおまけ含む。YouTube で主に視聴しておりますが、動画編集もたまにされているようなので、そのあたりも気になります。花粉の季節も始まっているようなので、お体に気をつけてお過ごしください。永遠にラジオを続けてください。以上、失礼いたしました、ということでありがとうございます。ありがとうございます。ご丁寧ですね。はい、質問はラジオの編集、なんだ、あ、まあ、なんか前もちょいちょい話してるけど、言ってる気もしますよね。でも100で話したことはないよね、これだけに関して。確かに次で、ね、話してるイメージから。うんうん、うん、カットなどは私骨氷、カットと効果音入れ、はい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 。は、私、骨氷。で、僕が編集し終わったのを、一旦ヤシココに投げる。はい。で、ヤシココが BGM をつけて返してくれる。BGM はね、オープニングの、回る回るハート。ちょっとさ、曲名ちゃんと言った方がいいかね。そうなんだ。回る回るハート。楽しいこと。ハンバーナイスデイ。ときめきハロー。歌詞で言うなって、セイハローすんの。セイハローを、と、あの、てんてんてれんてんてれんてれれれんてれれれんと、の、あの、てて、で、あ、そうそう、真ん中、真ん中の、そう、BGM を入れて、僕に返してくれて、それを僕がチェックしてあげてるのが本編。はい。第1回だけは僕が全部入れてます。あの、これはですね、うん、まあ、いろいろやり始めるときも考えたんですけど、うん、あの、結局、骨氷さんが、うん、おもろへのこだわりが強い。かつ、僕が、あの、骨氷さんの、あの、おもろの、その、センスだとちょっと違うな。その価値観みたいなのを、やっぱ、ある程度、やっぱ評価してるので、ありがとう。やっぱり僕がやって、骨氷さんが納得しないよりかは、骨氷さんが、カットの間の詰め方とか、効果音とかを選んでやってもらった方が納得できますので、そういう感じで。昨日ね、音源を流すとね、僕でもちょっと飽きる時間があるね、たまに。まあ、コマ長えな、みたいな。はいはい、普通に考えてる時間とか、そこら辺のカットをね、やってたりして、はい、BGM つけて返してもらってね。まあ、トリプルチェックみたいな感じになるよね、結局。結局我々、あの、怖いので、流れちゃいけないものが流れるのが。そうね、あの、チーンとかかけてるところも結構厳重にやってるから。あと、丸々カットされてるエピソードって大体やばいから。おまけにもなってないところ。あるね。あるから、そういうのも含めて、カットしたものを僕が聞いた上で BGM 入れてさらに確認するってことで、世に出ちゃいけないものが出ないようにという心がけはしておりますね。まあ、あと効果音の付け合わせね。先々週とか僕効果音全部ない音源ヤシココに渡してたから。あ、そう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 。まあ、そういうこともある。で、おまけは 100% の骨氷ですね。もうあまり確認取ることもない。もうおまけもなんか僕がもしかしたらたまーに音源見て、あ、いいんじゃないですかっていうことが多い。で、動画編集も、骨氷が100。もうこれは完全に。これも、骨氷さんがやりたいようにやってもらって、もう、どうぞどうぞと。YouTube の背景画像だけは、
あの、ヤシココが作ってくれたやつ。あれを作ったっていうのもちょっと違う気もするけどね。ちゃんとね、フリー素材をちゃんと組み合わせてくれて。そう。恥ずかしい。それは恥ずかしい。動かしてる文字は僕が勝手にやってる感じで、ね。あとは、企画会とか、ボードゲームやった時とか、あとは前回の運転免許の時の問題文入れたりとか。もうほぼ無許可でね、僕がもう、そう。出来上がったものだけを出してやってるね。はい、うん、ほとんどラジオ周りのなんか運営は僕がやってます。これは別にあれよ、ヤシココが無能だよって言ってるわけじゃなくて、僕が本当に勝手になんかなんだ多角化してるだけです。やってもらってる分、その裁量ももちろん骨氷さんに多く持っていただいてるので、そうそう、まあそれで基本僕はダメなことをダメっていうだけ、それが基本いいよって一応聞くことは聞いてる。そうそう、そういう感じでやらせていただいております。うん、で感じだね。まあ、企画とかは、もう本当に、言い出しっぺがちゃんと喋り出すようにはしてるから、どっちが企画してるんだな、はい、もう分かりやすいと思います。確かに。っていう感じです。花粉はね、これから話すすぎるので、消さないといけない、ね。花粉、やだ。もう来てる。でも最近、いや、この収録タイミングであんまりと思うけど、でも鼻すすってますよね。すすってる。僕もだいぶ寝づらい夜。いやでも僕秋の方が最近ひどくて、ここ数年秋の花粉に弱くて、春の杉とかはあんまり出なくなったんですよね。去年も泣いてたもんね。泣く泣く花粉泣くよね。ギャルちゃん。花粉ほんと泣く。マジ。あ、まあ春の方がマシなんだ。最近はそうですね、もう昔はもう春はやばかったですけども、あのでも口呼吸でもぜいぜい言ってましたけど、これから僕がその季節になるから、この僕側の編集大変になるかも。まあでも戦っていきましょう、花粉と。戦っていきましょう。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。次、ラジオネームエネゴリくんからです。はい、もう3つけません。まあくんついてるかね。モンエナとキシリトールガムを交互に口に入れると、トイレの芳香剤を直接飲んだような味になっておすすめです。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、はい、ああ、はいはいはい。ここにですね、モンスターエナジーゼロシュガー、ごめんなさい。ゼロシュガーしか売ってなかったです。緑来た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 。お、とりあえず用意しました。はい。シュワッと開けますよ。僕ね、普段はレッドブル飲んでるんで、あんまりちょっとモンスターの味がね、得意じゃない。と、僕エナジードリンク飲まないな。うん。キシリトールガム。ちゃんとロッテのキシリトール。交互にってどういうことこれ。モンエナキシリトール。モンエナキシリトールってこと。え、まあでもそれはあれじゃない、モンエナバーガーすればいいんですか。モンエナキシリトール、モンエナで。なるほど。じゃあちょっと、まずモンエナね。口に入れる。はい。口、飲んでいいのこれ。口に入れる。一回とどめますわ。多分今からほごほご喋ることになります。はい。まあだから僕が喋るような感じで。飲んだか、普通飲んじゃった。違う違う。はい。はい。で、キシリトールガム入れてください。はい。で、もう一回、モエナ、おいモエナして、噛みまそう。噛みまそう。どうだ？どうなんだこれ。結局、飲まないと喋れないからな。まずーい。え？まずーい。え、いや、その、うまいまずいとかじゃなくて、芳香剤を直接飲んだよ、あの味にはなりました。まずーい。もうダメだ。まずいボットになっちゃった。あのね、化学味のすごい。トイレはよぎるかも。若干ガムが勝つかな、やっぱり。まあそうか。やっぱガムは勝ちますよね、それは。勝つ勝つ。いやでも。なんか、モンエナの化学的な部分と、うん、はい。キシリトールガムの化学的な部分だけ、口に残る。なるほどね。わくびしてるんじゃねえか。だってほら、私では何もわかんないよ。これは、やってみてほしくはない。で、これをおすすめしたそのエネゴリ君の精神、心配してます。ちょっと、ツイッターだと思ってる、ここのこと。ね、本当に何書いてもいいと思ってる。本当に、最近のこの治安の悪さ。もうガム出したけど、本当に。一回ね、本当に、治りかけのかさぶたさんぐらいのが欲しいのよ、こっちは。そうですね。言うたれ。もっとよこせ。ツイート。もう、サバケンからね。もう。こんなね、検証系のお便り送られてきたら買っちゃうんだから、コンビニでこっちは。収録前に急いで買ってきたんだから、こんなもん。皆さん、あれやってくださいね。アマゾンで一番高い仏像を買ったらどうやって届くのかってお便りください。おねごりがあります。頑張ります。ということで、行くぞ、ゴーゴー、行くぞ、やるぞ、よし、ここ。おねごりの、ラジオ、自己満足。
マジめっちゃウケんだけど。ないないてかさ、ないないない、怖い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 。学校あのさ、ボデゴーリくんさ、LINE やってる？やってるやってるやってる。交換する？交換しよう。あ、してるしてるしてる。僕らしてる、僕らそうです。僕らしてました。僕らしてる。してました。うんうん、してるしてるっていうような感じでね、うん、LINE やってるとか昔はネットスラングでさ、僕の高校生の時はね、まだメールとか、そうそうそう、単純に。その時にはね、まだ SNS とかも少なかったけど、グリーとかね、モバゲーグリーミクシーでしたね、最高。でもそっからこうさ、いろいろなさ、ソーシャルメディアサービスが出てきて、今じゃ数えきれないくらいありますよ。ソーシャルネットワーキング、ね、あ、そうそう、うん、メディアって言ったね、うん、はい。で、何やってますか、骨氷さんは。え、これはあれでしょ、世を忍ぶ仮の姿も含めていいわけでしょ。あ、世を忍ぶ仮の姿もカットしましょう。はい、ツイッター、はい、インスタ、はい、フェイスブック、はい、ミクシー、はい、あとなんだ、何、 LINE ね、はい、ぐらいかな。まあ、なるほどね、まあ、そんなもんですよね。まあそんなもんだよね、みんなも、うん、まあツイッターとか何枠ありますかとかなってきますけど、ん、何かありますかとかなってきますけど、ん、まあいいでしょう。ないないない、うん、まあ僕は、うん、まあ LINE でしょ、うん、で Twitter でしょ、でインスタでしょ、インスタ、ね、でまあ、幽霊みたいな Facebook もあると。あるよね、大体みんなみんな幽霊みたいなもんね、 Facebook。 そうそうそう。あそこにいる人って幽霊だから、幽霊だからね。で、ミクシーは今はもうアカウントないですね、ちょっとあった時もあったけど、はい、であとはゼンリーがちょっと入ってたけど、ゼンリーを SNS って言っちゃダメだろ。ゼンリーでも若者にとってはもう必須の SNS みたいなもんだから。いや、もう普通にやばいよ。やばいと位置情報を共有する、怖すぎ。そう、ゼンリー使ってるやつマジで痛い。あの急にゼンリーの話しちゃうけど、いや、よくないよ、何も思わずゼンリー入れてる人よくないから。あ、でも海外だといいらしいですね。なんで？ほら、もっと治安悪いから女の子とかが連れてかれちゃう。路地裏にいたらやばいみたいな感じね。いや、そのなんか全然知らん方向に車に乗った速度で移動してたら、 あれだから、なんか先に言っとくらしいですよ。なんかそういうパーティーとか行くときは友達に前例見ててみたいな。すごい。あ、それはいいかも。そう、まあ日本だとね、ちょっといつも共有はやばいよ。うん、まあそんな感じと、うん、あとは TikTok ですね、僕は。おわ、なんそれ、え、なんそれ、ちょっと、なんそれ、テテック、おじいちゃん、テック、おじいちゃん、テテック、なんそれ、ラップトップって言ってる。ちょっとなんならなんならハイテクじゃねえか、おじいさん。ということでね、本日は TikTok の話をしましょう。わーい、危ないサービス。骨氷くんは？え？骨氷くんはどれくらい知ってるんですか、 TikTok を。なんか YouTube のショート動画で TikTok の天才を流れてくるのを見てるぐらいかな。なるほどね。のんのんのんですね。なに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 。まあ流行り終えてるでしょ、あれが見えてる。はあ、いや、もうやっぱり質問来てた。ちょっとすぐ岡野弁護士出さないで。先週も出てきたでしょ、ちょっとだけ。そうだった。おお、大好きなんだから、この人。チャンネル登録してます。まあ、土下座してた。 TikTok って、うん、ちょっと古い人からしたらもうわからないかもしれないですけど、うん、もう若者とかがとっても、 もう一番の SNS と言っても過言ではないですね。いや、言うてもバインの劣化版でしょ。はい、出た、カット。ということで本日はですね、はい、TikTok を最初期から入れて、もう2017年末くらいから見てるから。すごいすぎ。4年以上？あ、いや、すごいよ、もう。確認してる僕が、TikTok について、教えていきたいなと思います。教えて、TikTok 先生！イェーイ！ちなみに先に言っとくと内容は薄めです。まあまあまあ、いいんじゃない？ということでですね、うん、じゃあまず TikTok の成り立ちというか、うん、最初期の話をするんですけど。お願いしますよ。何？まあTikTok がまずあの動画がベースとなってる SNS なんですけど、うん、最初期から見てる私からして、その最初の方っていうのはですね、うん、2つのアプリがガッチャンコしたようなカオスな空間だったんですね、うん、というのがですね、まず1つのアプリが、うん、バイン。これ先ほど骨氷さんからも出ましたね、神サービスですね。6秒の動画を共有する、はい、こちらも短い動画を要するに共有するもの、うん、もう1つがミックスチャンネル、ミクチャ、これミクチャですね。こちらも動画とかも共有できるサービスなんですよ。難しいね。ただ
これがですね、全然流派が違いまして、同じようなコンテンツなのにノリが違うね。バインの方はですね、まあ面白動画だったり、こうなんか衝撃度の高い動画みたいな、そういう、あんまりこういう言い方したくないですけど、バズりがちな動画みたいな。いいじゃん、バズってるのはいいことだよ。あ、本当に、うん、あ、そう、じゃあそういう系の動画が多かったですね。はいはい、多かったし、ツイッターと紐づいてることが極めて多かったんですよね。バインに投稿するとね、ツイッターにも勝手に投稿されるようにしてる人が多かったね。つまり、まあ、ツイッターを主戦場、言い方があれだな、ツイッターで生きてる人たちはバインと密に関わってたんですよね。副業的なね、ついでにやってますよみたいな。まあ言葉選ばなかったらオタク系の人たちが多かったですね。いいじゃん、いいじゃん。で、一方ミクチャの方ですね、うん、こちらはですね、こちらで流行ってる動画とかは、ジャンルで言うとラブ、ツインとかそういうジャンルですね。めちゃめちゃカップル動画多かったよね。そうですね、ラブっていうのはいわゆるカップル動画、カップルがイチャってする動画、ツインは仲いい友達が双子と称して同じようなダンスをするような動画、うんうんうん、こういうような動画が多くいて、はい、その時は今ほど市民権を得てるわけじゃないですけど、インスタグラムを主戦場とするような方、今で言うと、あ、はいはいはい、そういうような人たちがミクチャの方は多かった。全然違うじゃん、住み分けが。 それが TikTok の登場かつ、うん、両方の、SNS というかそのサービスがこうやや斜陽になってきたことで、うん、両方が TikTok に流れ込んできたんですよ。わあ、すごい。そうなることでカオスな空間になっていた、宇宙の始まりと一緒になっていたのが TikTok の最初、ね、ビッグバンカーで TikTok はまあどんどん大きくなっていくんですけど、やっぱりそれでも比較的強いのはミクチャ寄りの方なんですよね、うんうんうん、最初の方は一番最初の TikTok がバズった時にずっと言われてたのはやっぱ恵みの歌、倖田來未バージョン、あいや歌っていいのかな、鼻歌でふん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 みたいなやつですね、めね、これとか。でも基本は洋楽の方がバズる傾向があって、はい、洋楽に合わせて手振りのダンスとか踊ってることが多かったです。パラパラみたいなやつだ。そうそうそう、だし、結構女子高生とかがその時からかなり多かったイメージがあります、うん、でこの時もミックスチャンネル、ミクチャで流行ってた曲がそのまま TikTok 上でもバズってたりだとか、はあ、こう気持ちおしゃれな曲とかがバズることが多かったんですよね、うん、なんですけど、あれはいつぐらいだろう、2018年、9年頭、8年終わりくらいかなに、今 YouTuber として活躍されてる、うん、48っていうグループがいるんですね。 84?48 でこの48のこたつっていう男性の方がいらっしゃるんですけど、うん、この方が TikTok メドレーっていう音源を出したんですよ。え、何そのニコニコ動画流星群みたいな。いやでも実質はそれで、だからその TikTok で流行った曲を自分でミックスでメドレー化して一本で今の流行り取っちゃおうみたいなことになってきたんですよ。48そのこたつっていう方がまだ48ができる前にそういうメドレーを作って、このメドレーができたことでまた一つ転換点だったかなと個人的に思うんですけど。すごいね、個人が流れを生み出すってね。その影響でコンテンツに対してバズっていく、個人がバズっていくっていうのがやっぱりどんどん台頭してきたんですよね。いわゆる TikToker みたいな、うん、そういうのが増えてきて、いわゆる YouTuber とかを、あの推しの YouTuber がいるとか、もっと前の時代 YouTube がもっと世間に受け入れられなかった時代ではちょっとバカにされてたんです、社会からは。そうね、 YouTuber なんてみたいな、まあうん、まあ、今もそういう傾向がゼロってはないですけど、だんだんこう市民権を得てきたじゃないですか。テレビ出たりしてるもんね、もう。そうで、その最初期みたいなことがそのあたりから起こり始めた、推しの TikToker がみたいな、はいはい、でこの時はまだ TikTok の規模がちっちゃかったので TikToker のオフ会みたいなのがあって、あ、なんかね、警察に追い出されてるっていうか、そうそうそう、解散しなさいって言われてる動画とか、 TikToker たちも結局素人が上がってきただけなので、うん、あまりよく分からず、で別にお金も取れないので、うん、こう自分が比較的アクセスのいい大きめな公園とかに何時に行きますとか言って、そこにねファンの人が集まってってなるんだけど、許可も取ってないから結局怒られてみたいな、そういうなんだろうな、混迷期ですよね、うん、それもそれで、うん、でそういうことが起こり始めたと。なるほど、シャシャリできた。まあでもそっからは
結構なんでしょうね、曲のブーム、ダンスのブームみたいなのがどん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 すごいペースで消費されてきながら、どんどん TikTok を見てく人口が上がってきましたね。でどんどんあの見てる層も増えてきて、うん、下の年齢もどんどん見るように、小学生とか幼稚園児とか見てることも多いですね。ええ、ダメだよ、まあ、アカウントは持っていいかって言ったらって感じなんですけど。なるほどね、親が悪い。でそうで上もどん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 40、50もどんどん出てきてます。もうそうなったら終わりだよ。でそうなることで有名人が TikTok にどんどん流入してきましたね。TikTok がバカにできない SNS ってもう気づいたらなってるので、有名人公式アカウントっていうのがどんどん出てきます。え、誰？深田英美しか知らないんだけど。あー、誰か。でも一番最初、もう最初期に話した時2018年とかの時から出てきて、僕が一番最初にフォローした人なんですけど、うん、それは Perfume ですね。わあ、最初期から愛そうかも。そうそうそう。だけど、うん、メディアとしては、うん、アイドルだったりとか、うん、まあ、俳優とかもちょっとあるんですけど、まあ、そういうタレントみたいな人がどんどん TikTok に流入してきたと。嵐もそっか、TikTok あるのか、一応。ありましたね。はいはいはい、はい。で、まあ、そっから、うん、大きな変わりというかない。もう、そっからあとはひたすら規模を広げていくだけなので。なんかさ、はい。すごいスピードで流行りが変わってかない？もう、すぐ飽きられますね。はぁ。でも本当にさっき年齢層が拡大してるとか言ってましたけど、うん、本当にバカにならなくて、うん、例えば有名人で田原俊彦さんいるじゃないですか、うん、の公式 TikTok あるんですよ。え、何してるの？踊ってます、当時の曲。当時の振り付けで？はい。踊れるんだ。コメント見たら、うん、もう60以上の方がトシちゃーんと黄色い声援を浴びせてる。素晴らしいです、これ。ちゃんと狙ったところに打ててるんだ。そうなんです、だからもうすごいですね。もう TikTok には本当にいろんな有名人の方がいると。トシちゃんも還暦でしょ、すごいね。で、まあ、今何流行ってるかですね。あ、そう、なんかさ、はい、うちに泊まってた時期あるじゃん、あなた。そうですね、2ヶ月、11月ぐらい、2、3ヶ月前くらいかな。10月、分かんない、はい。あの時はさ、なんか、うん、ラブ&ジョイの話してなかった。ああ、ラブ&ジョイが流行ってた。流行ってた。まあ、ここ1年くらいの大きな流れなんですけど、うん、昔がいいねみたいなやっぱり傾向がどんどんよくない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 出てきてて、でしかもその昔っていうのが、うん、それこそラブ&ジョイとかは骨氷さん世代とか、ドンピシャかな僕は。そうでしょ、うん、ってことは、まあ、平成だったじゃないですか。平成、はい、あの最近ほんと今直近の流行りとかは、うん、日本の曲とかになりますけど、どんどん後ろに下がってって今だって流行ってるのは、うん、ロマンスの神様。もう今のティーンにバカウケ。どこが週休2日しかもフレックスの意味分かってる？すごいいいことよ。すごいいい条件よあなた。あのですね、これはもう曲がっていうよりかは、うん、ダンスから流行りましたね。は？広瀬香美は踊ってねえよ。ロマンスの神様に振り付けをして、あのオリジナルの簡単な誰でも踊れるの振り付けをして投稿して、それがバズった結果、曲ごとバズっていくっていうのが大体のポップスの常套手段。マジで言ってる？で、これのやっぱすごいところは TikTok の影響力がバカにならないから、うん、最終的に広瀬香美本人の公式 TikTok で一緒に踊っちゃってる。あ、広瀬香美の公式 TikTok があるんだ。そうです。へー。大体の芸能人にあると思った方がいいです、TikTok。そうやってロマンスの神様が流行りましたし、最近流行りそうなのは学園天国。え、もう、しゃくI'm ready! イエーイ！いやもう、すごくない？でもやっぱり、往年の名曲はいつでも愛されるってことかもしれないですけど、やっぱそういうのでダンスを。俺違くない？もう、コンテンツを、こう、はい、どんどん過去に、もう消費したから過去に、消費したから過去にを繰り返しても、学園天国まで行っちゃってるんじゃないのこれ。いや、そうですよ。え？そのうちだって雅楽とか始まれたの。そしたら面白いでしょ。そう、もうそこまで行ったら登録するけども、科学がいっぱい聞けるプラットフォームになるんだろう。もいやでも本当にすごい、よくないよその消費の仕方。誰がやってんだろうね。すごいね。これは TikTok がそれだけ規模が大きくなったので、うん、これまで他の SNS インスタグラムとかを、言い方悪いですけど、踏み台にして有名になろうとしてた人たちがこぞって TikTok に降りてきてる、うん、特に一芸がある人、例えばね、今日誕生日の喉抑えマンとか、
野道裁判は確かに TikTok からバズってたかも。3月2日お誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。いや本当に彼すごいからね。でもあ大丈夫かな生態っていつも思ってる。どういうことあれ分からんけど、とかそれこそだからダンスとかそうですよね。あ、はいはいはい、分かりやすい映像で、うん、だからそうダンスとかをいかに振り付けをして TikTok でバズる振り付けをする人っていう箔がつくかっていうようなことにもなってくるわけなんですよね。覚えやすいけどこう見栄えがいい、バズを生むことができるっていうステータスのためにバズが重要視されてるっていう点もあると思います。なんかすごいね、今までそんなスキル要求されることがあった時代ないもんね。そうですね、それはそうかも。あとはさっき曲の話もしましたけど、うん、他にも、うん、例えばドラマとか、えダメだよドラマとかの切り抜きとかも、まあ、よくないの上がってたりしますけど、無法だから。なんかさ、ちょっと前、はい、YouTube でファスト映画、あはいはい、この間ニュースになってた、そう、なんか問題視されてたじゃないですか。はいはいはい、同じよやってることマジでそう。ファストドラマじゃんでも、うん、これはちょっと後でも話すんですけど、うん、成り立ちがやっぱりオタクと、うん、こうイケイケの人たちが集まってるから、うん、もういろんなものを包含してるんですよね、うん、だから例えばあのニコニコ動画でもこすられてた、うん、お前の席ねえからのドラマで有名なライフのあのシーンとか未だに人気です。え？デックしちゃったえ？何回だって繰り返された。牧法力たがまだこすられてるなんてとかね。え、もうないの今コンテンツって。あとはえ令和に生まれたコンテンツってない、もしかして。あれだよね、あ名前が出てこない、あのドラマの名前、14歳の母のシーンとか、あのどのシーンだよ。あれだよ。14歳の母って。あれでお父さんがさ、生瀬さんですよね、あれ。うん、で、お父さんで初めて言うところ、リビングで、うん、男連れてこいって言って、もう、めちゃくちゃ、あの、品目を心配するシーンか、あれ、あの、産婦人科医が、高畑敦子。だから、うん、あのお母さんは出て行ってくださいって言って高畑敦子がシダミライと二人で一人じゃ子供はできないよねっていう確認するシーンとか待って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 、だって僕がさ、はい、学生の頃もうこれだってそのドラマ流行ってたなるほどね、うん、ええすごいです、すごいですよ、ね、いやだからあもういやさっきも言った通り、もう最近のコンテンツから消費しすぎてそうなっちゃってるわけじゃないもん。そうですね、まあでも最近の比較的最近なものだってもちろん、例えばアンナチュラルとかはやっぱりアンナチュラルを最近って言うんだよ。え最近じゃない最近じゃない、あなたはもうダメよ、学園天国とか触れてるせいでも2018年よあのドラマもう4年前よ前回の冬季五輪だから。あとはあれですね、最近今の流行りだと、うん、高悦ガールだからの石原さとみがあのおつぼねさんに怒られて、うー泣き虫チッチに卒業するのっていう動画が大バズり。高悦ガールは2016年です。やば、遡ってますあなた今。あいや私じゃないの、 TikTok 全体が遡ってる。みんな気づいてない、もしかして。だんだん徐々に遡らされてるせいでも、ね、すごいです。学園天国まで行ってもああ最近の曲だなってなっちゃってる。え学園天国ってもしかしてさ、はい、渡り廊下走りたい。いやあれ本家、あ歌ってねえか歌ってねえかも。で、まあ、これがまあ日本のコンテンツですよね。うん、あとはまあ海外の流行とかは、まあ、随時入ってきます。海外の流行が。まあ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 、そういうプラットフォームだと思ってるんでしょう。そうですね。まあ、海外の流行は、まあ、そう海外の流れがあるから、ちょっとここではあまり触れませんけど、うん、あの、今流行ってるコンテンツだけ一つ紹介すると、ドラッグパーティー。いや、違います。違ったか。でも、結構過激な動画で、えでんでんって音楽に合わせて服着てる人が踊って、うん、音楽のタイミングでベッドにもたれかかると、うん、あのドエロい姿してるっていう動画ショートで流れてきたことあるなんてハレンチだって思ってそのこのチャンネルをおすすめに表示しないってボタン押したもんそうあれが今海外を単にもう日本でもバズってていろんなインフルエンサーがもう父を寄せてずるずるバーンって父を寄せたりあの男はあの上来になってあのパンツのゴムの部分で気にしたりとかおいもういろいろやっておりますよ。
これはファンザと同じではあ、一番安いプランね。一番安いプランのファンザではもういやもうだからそういう風な性的な過激な部分もありますと。もちろんこのサービス18歳以上限定ですよね。ノンノンノン。もう、ね、25以上25以上25以上アラフォー以上アラフォー以上じゃなきゃダメなら安心なら安心かも。あとはですね、うん、先ほどちらっと言ったんですけど、うん、やっぱインターネットの部分が強い。あ、オタクミってこと？そうですね、はいはい、なのでこれも昔に遡るので、うん、東宝の曲とかがバズったりするんですね。ありえません、ありえません、嘘です。東宝の曲バズっております。バズり散らかしております。ごっすんくぎあれ知ってる？もしかして TikTok やってらっしゃる？嘘でしょ？嘘だよね。適当に言っただけだから。え？事実でございます。もう終わりで、ニコニコじゃねえか。え？嘘でしょ？あとは、エロゲの曲も可愛いということで流行っております。フィギュアットメイト。フィギュアットじゃん、おめえ。こちら流行っております。全部やってるね。もう全部やんないと追いつかないんだ、消費がもう。もうニコニコ動画も流行っております。で、これの問題点がですね、結局、フィギュアットメイツとかの曲が流行ってるわけなので、曲だけ聴いたら別に、その、ないじゃないですか、18禁要素とか。まあ、電波曲だなって。そうそうそう。だけなんで、あ、可愛いってなって、全然知らん人、元ネタを知らない人とかが使う。JK とかが。待って待って待って。フィギュアットに振り付けがついてるわけ？フィギュアットメイトに。フィギュアット、これも問題で、うん、フィギュアットメイトのオープニングの映像に、まあ、ダンスっぽいのあるじゃないですか、うん。これが本家だってオタクたちは言うんですけど、これも TikToker たちが可愛い振り付けを作るんですよ。うん、で、ここで、原作を知ってるオタクと、新しい流行りを生み出した人たちがバトるんです。何をバトるの？だから、そんな振り付けないし、みたいな。本家とかのこと知ってるのかなみたいになって、どんどん女子高生とかが、ダダダダダーってて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 踊り始めるんです。これすごいことですよ。え？え、絶句しちゃった。何も喋れんくなっちゃった。え？いや、もうまあまあ。すごいよ。急におじさんが喋り出すけど、TikTok やってないおじさんがね。はい。もうなんか、こんな振り付けないしっていうやつは、TikTok しなきゃいいんじゃない？いや、その通り。TikTok はもうそういう場所よ。結局、そうやって言ってる人たちもリアルタイムで見てない。そうよ。その、フィギュアットメイトを通して、オタクの相違みたいな、オタクに拡大解釈して、オタクじゃない奴らがオタクのコンテンツを使うなっていう戦争をしたいだけなんですよ。これね。いや、大変です。知ってることって別に偉いわけじゃないから。そうなんですよ。いや、コンテンツってね、こう、もう柔軟に捉えるべきだけど、別に僕はね、昔のコンテンツを消費するなってわけじゃないけど、はい。もうちょっと、こねくり回しても僕はいいと思うけどね。一個のコンテンツ。いや、それだと、飽きるんですよね、結局。すごいね、みんな。一個のゲーム続けられない？もしかして。いや、でも実際でもそういう節かはわからないですけど、うん。だからいろんな人の話とか聞きますけど、うん、やっぱ TikTok がバズったことで、うん、ものづくりの考え方とかもどんどん変わってきてるって言いますよね。まあ確かになんか最近の曲はイントロが短いとか言うよね。そうそう、やっぱ音楽でそれ言われるじゃないですか、うん、でやっぱ TikTok 初でバズった曲がメディア大手メディアに載ってるってこともザラにあるじゃないですか、うん、特に、YouTube とかだったら The First Take とかああいうのも、はいはい、こう昔の曲アーティスト最近呼ぶことも多いですけど、それと TikTok とかでバズった曲とかがその歌ってる人が歌うみたいなことも多いですよね。多くなりましたね。力持ってんだね。うん、まあこういうまあフィギュアットみたいなこう極端な例はあれですけど、うん、TikTok が生み出したあれはさらなるボーカロイドの市民権っていうのが圧倒的になりましたね、はいはいはい、ニコニコ時代よりニコニコ時代よりそれはやっぱりバズる曲がボカロ曲なことが多いんですよね、うん、まあ、ボカロの曲で振り付けとか、まあ、正直手っ取り早くボーカルが確保できるからね。だしやっぱインターネットで生まれてインターネットで死んでいくのでやっぱ同じものをこうキャッチしやすいですよね。普遍的になんかこうフォーロックが好きとかそういうのもなんか薄くどんなジャンルでも作れちゃうからそうねっていうのはあると思う。あとはまあソシャゲとしてねクリプトンが作ってるプロセカ
はいはい、プロジェクト世界とかが、まあ、流行ったこととかでそういう曲とかも使われたり。プロセカすごいよね。プロセカは TikTok の波に乗ってこう市民権を得たゲームですね。あれ僕さ完全にこれはコアなオタク向けやなと思ってちょっと始めてたんですけど、うん、全然いろんな人やってるもんね。本当に一気に今一番くらいじゃないですか、その音ゲーだったらスマホでやれる。スマホ音ゲーね、うん、怖すぎず、思わなかった。まあ、怖すぎる曲もあるけど若干。いやだからあの昔からボーカロイドを知ってる骨氷さんが今からゾワゾワっていうことを言いますけど、うん、やっぱりもうメイコちゃんかわいいみたいなので、メイコちゃんが一番最初だったみたいな小学生のコメント。今の小学生のでもう嫌になったよ。小中学生ですね。それを32歳が言ってるなら僕はうんって言うけど。そうか。昔の曲とか、これめっちゃいい曲みたいな。昔の曲めっちゃいい曲っていうのは多分ね、いいと思う。作った人も嬉しいだろう。うん、だからそれはいいこと。伝わるか、聞いてる方に伝わるか分かんないですけど、うん、あの、悪のシリーズが出てきた時大盛り上がりしてましたね。え、待って。え、今の話してるそれ。大盛り上がりしてましたね。今の話してるの。悪のシリーズがプロセカに入った時、もう TikTok でも大盛り上がりしてましたね。ま、え、ま、え、ちょっと、で、まあ、という感じで、TikTok って本当に何でもあるんです。すごいなぁ。だって、さっきまでトシちゃんの話してたプラットフォームでしょ学園天国、トシちゃん、ロマンスの神様。それが悪のシリーズ。すごいですよ。TikTok に何でもございますので、まあ、結構これを聞いてる方がね、やってるよって方もいればやってないよっていう骨氷さんみたいな方もいると思うんですけど。いや、だってさ、まあうん、いやそれは入れようとしてアプリ、うんうんうん、なんかさローカルデバイスと検索をしますかって出て怖くなってこれ以上ねそれについては今この世界情勢に触れない方がいいと思う。運営はさ、ね、これ世界中国の会社だし今ちょっとさ危なくない？なちょっと今これだと聞いてるよ。あの国ってさデータを全部国がさ見れるようにしなきゃいけないということで以上、教えて TikTok 先生でした。怖いよね。左ではございますが、謝罪しなければいけないことがございます。なんだよ、先週読ませていただいたお便りの、うん、純ちゃん三色ドラドラさんからいただいたお便り、うん、見忘れがございます、うん、こちらの、公式サイト回収案のところにですね、うん、公式サイトにその回の収録後のミニブログみたいな文章が欲しいという声をいただいております。いかがでしょうか。きついです。ごめんなさい。いやーねー、ちょっと技術的な話になるんですけど、あれはね、動的コンテンツを扱うのは難しいです。ごめんね。手軽に編集できるもんじゃないんですよ。だから性的ね、静かな方の性的ですよ。性的コンテンツに特化したサイトなんで、ねー。だから、ツイートは積極的にしとこうかな。逆に収録というか、編集コンテンツというか。やっぱり、ツイッターね、フォロワー伸びないので。うん。ツイッターよりも、あれですかね、2人で YouTube の概要欄をそこそこ書くとかの方がいいんですかね。長文200字。いやきつい。長文はきつい。今はあれじゃないですか、基本骨氷さん一言で、過去に1回だけ僕になってる。誰か気づいてるかな。1回だけ僕になってるって一言ね。急にラジオに関係あるコメントと関係ないコメントを僕が一言ずつ書いてるんだけど今。そうですね、それを増やす。それをでもそこだと、うん、プレミア公開とかもしてる関係でバレちゃうよね。そう、内容のことは喋れないんですけど、ツイートでいいんじゃない。ツイート、うん、ツイートもな、ないないない。ツイート僕あんま最近してないから。あのさ、告知ボットやな。え、でもたまにそんな言い方ないよね。そんな言い方あなただってさ最近電気代の話しかしないです。じゃやばくない。一万三千円だよ。ちょっと、ね、高いよ。やばおかしいよ。やばいよ。本当に。まあだからツイートしよう、まず。ツイートじゃあちょっとお互い声かけしましょう。ツイートしてないよ。ツイートしない。そう、今月はねツイートしてないよと、声出てないよと。いやちょっと待って。え？来月のさ目標にツイートするもありませんか。え、今月しなくていいってこと？
いいよそれ。そうは言ってないけど。どうしようか、どうしようか、どうしようか。はい、ということで、本日は以上となります。ます。うん。うん。え、うん？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 ジャンガ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 。どっちがいいの？僕田中。田中モーライ。ということで、汐留で会いましょう。さようなら。じゃあね、また来週。